本日は J1 の中継をご覧いただきます。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。今日はガンバ大阪対北海どうする、見事な弧を描きましたね。完璧です。入った、これはナイスシュート。試合開始後最初のシュートがネットを揺らしました。キックオフからわずか2分、さあどうだ、入るか、きれいに曲がりました。低いボールをゴールに蹴り込みました。浮かしませんでしたね、冷静でした。もったいない形でボールを渡してしまいました。このボールはディフェンスが処理します。前半終了です。スコアは2対0、非常にいい内容で後半を迎えます。ハーフタイムになりました。後半に向けて監督からはどんな指示が与えられている。後半のキックオフ、今度はガンバ大阪ボールです。倉田修、藤原弘樹、狙ってきたぞ。ここはキーパーのスーパーセーブ。ボールはラインを割りました。コーナーキックですね。うまい、ここでシュート。あの選手が止めなければ入ってましたね。外に出てゴールキックです。ここは激しく行きました。主審は警告を出すでしょうか。さあカードを切ってきました。交代選手がピッチに送り出されます。キーパーがうまく飛び出した。決定的なパス、うまいパス、ポストに当たって決まりました。低いボールをゴールに蹴り込みました。浮かしませんでしたね、冷静でした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。これはもったいない、ボールを失いました。ここはサイドへパスを出します。井出口洋介、素晴らしいボールだ。宇佐美のゴール、今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。
試合は終了です。試合も終わりを迎えましたが、